という南伊豆ですね、静岡県の南伊豆、え、合ってるかな、の お店に向かっております。で現在雲見温泉の近く、松崎温泉郷って今出てましたねにおりまして、ね、ここから約1時間ぐらい、車を走らせて、わさび丼、なんかすごい話題らしいじゃないですか、話題になったらしいじゃないですか、美味しいらしいじゃないですか、行ってみます。後ろの車が近くなってきたよ。見てくださいよ、石部、石部って読むのかな、道中にありました。伊豆の海ね、綺麗なんですよ。昨晩大雨降ったので若干あれですけど、なんとなく伝わりますかね、綺麗。あらまあ、また素敵な道の駅があったんで入っちゃいますか。あ、結構車止まってますね。おちっこ休憩でもしますかね。あらまあ、素敵じゃないですか。あらららららら、見て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 、すごい校舎みたいなのある。あれ、これどっち行ったらいいの、これ。じゃあちょっと見ますね、なんか。すごい、学校、学校ですかね、学者。すごい、見て見てください、この道の駅すごい雰囲気。そこまで大きくないんですけどね。ちょっと寄り道がね過ぎましたわ。もう時間がどんどん遅くなってしまうので、もうノンストップでここからわさび丼のお店に向かいます。そろそろ着きます。やっと着く。きつかった、結構運転、山道。目的地は左、角谷さん、ここですね。お疲れ様でした。これテレビで見たことありますよ。じゃあ入ります。奥の方も大変だね。来ました。では中入りますかね。お腹も空いてきましたよ。孤独のグルメって多分有名ですよね、これね。で有名になったのかわかんないですけど、ただもっと前から有名でしたよね、この店はね。来ました、わさび。これを先にすっておくらしいですね。結構大変ですね、これ。すごいわさびの香り。あれ、これ結構重労働なんだけど、これ重労働。はい、やっとすり終わった。結構ね、時間かかりました。で、ご飯をいただいたのでこちらに乗せます。ではいただきます。わさびが全然辛くない。これはもう全然辛くない。これは大人の味、なんと表現したらいいの。醤油とおかかの味が、美味しいよ。これぐらい、ほとんどわさび。わかります？わさび超乗ってるの。多分これで食べても、辛い。
はい、じゃあ続いてわさびそばいただきます。ちょっと音失礼ね、音失礼します。うん、おいしい、おいしいっす。あれ、こっちの方がね、万人受けがするかも。わさび乗っけます。うん、いいわ。やっぱ風味がすごくいい。風味がおいしい。こっちの方が好きかも。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったですね。わさびの風味が癖になります。他の店舗というか他のお店のわさび丼を食べてみて、一回食べ比べしてみたいですね。どれだけ違うものなのかというのをね。はい。というわけで、今回はこちらで動画を終了させていただきます。またこういった動画出せていけたらいいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。では、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でバイバーイ。